こんにちは、アンディです。さあ、今回はメンタルの鍛え方についてお伝えしていきたいと思います。で、もちろん鍛え方ってことを知るためには、そもそもメンタルとは何かってことが分からないといけないので、構成としてはメンタルとは何か、で、メンタルの鍛え方、で、最終的にはレジリエンスとつなげていこうかなと思います。で、レジリエンスは皆さんご存知の通り、立ち直りやすさの話ですよね。傷ついてからまた立ち上がるまでのタイムラグをどれだけ減らすかってことが皆さんね、気になられるところだと思うので、まずはね、今回のことも鍛えるっていう話だから、絶対的に練習が必要なんですが、簡単な方法だからですね、まずはこの動画パッケージでね、理解してもらったらすぐにね、もう練習に入っていただいて、一日でも早く揺るがない皆さんになっていただけたらと思います。それでは早速本編の方に入っていきましょう。それでは行ってみましょう。今回はメンタルの鍛え方についてです。前回と引き続き結構内容はシンプルな形でまとめてあります。というのもメンタルを鍛えようとかメンタルを強くしたいと思った時には、そもそもメンタルとは何かってことをご理解いただかないといけないので、まずはメンタルとは何か、それからメンタルの鍛え方、そして最後にまあおまけ程度なんですけども、レジリエンスとメンタルの関係性について少しお話しして終わろうかなと思っています。メンタルとはそもそも何なのかっていうところなんですけど、意外とですね、多くの方はメンタルが強いとかメンタルの強さってものを打たれ強さ、精神的な打たれ強さだと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですね。でもこれって実は考え方が少し違っていて、もっと言うと受け流す器用さ、受け流すことが器用にできる人のことをメンタルが強いっていう表現になるわけですね。でこれをもう少しちょっとかっこつけて言うと、フィルタリングのスキルっていう形になります。このフィルタリングのスキルって何なのかっていうのをこれからご説明していきます。まず言葉として豆腐メンタルとか鋼メンタルっていうのがあると思うんですね。本屋さんとかに行けば書籍で、まあ豆腐メンタルとか、まあ鋼メンタルの鍛え方とか神メンタルとかね、なんかいろんな言葉があると思うんですけど、じゃあそのメンタルってどういうものかっていうと、例えば豆腐メンタルの場合は入ってくる情報とか外からの力に対して真っ向から受け止めすぎちゃって、全部受け止めすぎちゃうから、なんかすぐ傷ついちゃったりとかへこんだりとかイライラしてしまう人のことだから、結構感受性が豊かな人とか、その入ってくる嫌な言葉とか嫌な事象に対してすぐ感情的な反応に飲まれてしまう人っていうのが、まあ豆腐メンタルかな。で逆に、じゃあ鋼メンタルはどうかっていうと、じゃあ別に外から入ってくるものを、例えば自分にだって都合の悪いものとかイラッとするもの、不愉快なものを全部跳ねのけてしまうような、精神的に何物も寄せ付けない、跳ねのけてしまえる強さを持った精神みたいなイメージが、まあ、伴ってくるのかなと思うんですけど、確かにですね、結果的にはそう見えるんですよ。結果的にはそう見えるんですけど、その内情というか実際のところは少し違っています。これを少しずつね、これから読み解いていこうかなと思います。まずフィルタリングのスキルといったのはどういうことかというと、まず私たちのメンタルっていうのは、そもそも、まあ、その意識とか、記憶とか感情とか思考っていうものも全部そうなんですけど、脳がね生み出しているものですよね。でメンタルっていうのも元を立たせば脳に関係してくる話なわけです。で私たちは五感、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚、全てのところから入ってくる情報は全部電気信号に変えられた結果、脳で処理されて、その情報処理された結果がレイヤーみたいに重ね合わされて目の前の現実を認識してるわけですけど、そういって外から入ってきた情報に対して脳がまず受け止めますよね。でこの時にメンタルを脳的に考えれば、現実をどう認識するかっていう情報処理システムの話をしていることになるんですよ、メンタルっていうのは。でそうするとこの入ってきた情報のうち一部は残して他のものを聞き流してしまえるっていうのが、実はフィルタリングの意味になります。要はフィルターですよね。脳がフィルターとなって、まあ、そのフィルターの機能の仕方をメンタルっていう言い方をするんですけど、入ってくる情報のうち必要な部分だけを、まあ、こし取って自分の中に残しつつ、余計なね、要は気にしなくていい部分は全部聞き流してしまえる器用さ、このことをメンタルだと思ってください。でこの必要な部分だけを抽出して残りは全て忘れてしまえるスキルっていうのがメンタルだと考えれば、さっきみたいに全て、例えば鋼メンタルみたいに全てを跳ね抜けてしまってるわけじゃないんですよ。その聞いてないわけじゃないんですよね。例えば傷つくことを言われた時に全然傷ついてない人、はためから見て、え、こんなこと言われてよ平気でいれるねっていう人も、実はそれ全部が全部跳ね抜けてしまってるわけじゃないんですよ。全部が全部に耳を閉ざしてるわけじゃなくて、必要なことはちゃんと残してるんですよね、内側に。で問題はどこに残してるかなんですよ。例えば鋼メンタルの人っていうのは、感情的にイラッとすることに関しては聞き流すんですね。そんなものは必要ないから。でも思考に刺さったものっていうのは残していきます。でこの思考に刺さるか感情に刺さるかの全然違いがあって、感情に刺さる方っていうのは胸が痛くなるような情報なんですけど、そういったものは残しても何の意味もないですよね。でも思考に刺さるもの、要するに、あ、そう言われてみればそうよねとか、なんか言われてムカつくけど確かにそれはなんか一理あるよねっていう情報は残しとかんと次のことに役立てられませんよね。自分のことを変えないと入ってくる情報の質って変わんないから、自分を変えるために必要な、あ、これ確かにそうだよねっていうものだけはしっかり残していく。でもそれ以外のほとんどのものは全部捨ててしまえる、その器用さ、フィルタリングのスキルのことをメンタルだと考えていただければ少し分かりやすいかなと思います。今のは脳が入ってくる情報をした選択してくれるっていう、まあ、ちょっと脳に頼ってるような状態なんですけど、これをもっと能動的に考えていくとどんな意味になるかというと、自分の脳に現実のどの部分を選択的に認識させたいかって話になってくるんですよ。でこれをメンタルが強い人っていうのは自然にできてしまえるぐらい鍛えてあるってことです。
例えば鋼メンタルっていうのは先ほど言った通り、まあ、全てを跳ねのける力ではなくて必要なものだけを残してそれ以外の必要ないもの禁止するべきではないものは跳ねのけてしまえる状態なんですけど、全てを跳ねのける強靭な精神であるっていうわけではなく、気にするべきところと気にしなくていいことを取捨選択している、要は選別している状態っていうことができます。でこの選別ができるかできないかっていうのは、もちろんこれまでの自分の持っている価値基準とか今現在持っているフィルタリングのスキル、もっと言うと私たちが今そのフィルタリングのスキルというものを意識する前にすでに脳の中に作られていた、自分はどんな情報を受け止めやすいのかみたいな、どんな情報が気になってどんな情報が自分の心に刺さってどんな情報が思考に刺さるかみたいな思考の癖や価値観の偏りっていうものがすでにできてるんですけど、それをフィルターだと考えると、そのフィルターを要は作り変えていかないといけないってことなんですよね。で例えばさっきの心に刺さるとか思考に刺さるという表現を使ったみたいに、私たちの頭の中には2つの回路があると思っていただけるとすごく分かりやすいかなと思います。もちろんこんなに明確に分かれてるわけじゃないけれど、私たちの脳の中っていうのは電気信号で情報が処理されたりやり取りされてるわけだから、その電流が流れていく方向性っていうのを考えていくと、これかなり単純化したモデルなんて 100% こうじゃないとは思うんですけど、この2つの回路のいずれかにしか電流が流れない、そしてスイッチがちゃんとあってスイッチが入ってる方にしか電流が流れないよって考えると結構ね分かりやすくなるんですね。でこの2つの回路のうち左の方を感情回路と呼び、右の方をね思考回路というふうに呼ぶんですけど、まあこれはその左右は別にどうでもいいんですけど、要は2つの回路、感情回路と思考回路があって、で感情回路の方は私はこう思うんだっていうもの、そして思考回路の方は私はこう考えるんだっていうことなんですね。でこの思うと考えるの言葉の違いっていうのを少しね突き詰めていくと、メンタルっていうのがもっと分かりやすくなるかなと思います。じゃあ思うと考えるの明確な違い、一番違うところはどこなのかっていうと、実は考えるためには情報、もっと言うとその知識とかフレームパターンっていうのが実は必要なんですよね。この情報がないと考えることがまずできない。例えば思うことは誰でもできるんですよ。どんな時にも主観的に私はこう思う、こう感じるっていうのは誰でもできると思うんですね。読書感想文みたいに。でも論文を書けと言われたら、読書感想文の時と話が違って何でも書けばいいって話じゃないんですよ。その論文というものは論文なので論を展開しないといけない。そして論っていうのは理論立てて話をしないと客観的に受け入れてもらえないものなんですね。で客観的に受け入れてもらうために何が必要かっていうと情報なんですよ。例えば、まあ、今回のアメリカ大統領、その2020年に関してはアメリカ大統領選挙が行われていますけども、アメリカ大統領選挙で一体何が行われているのかってことを情報として持ってないと、例えば今回はバイデンさんが形的には1月6日の時点で議会に認定されたし、1月20日には就任式に出席されて大統領となったという形しか見えないんだけれど、裏側でじゃあなんで トランプさんが就任式に出てこなかったのか、150年以上ぶりにね大統領が引き継ぎに現れないっていう事態が起こってしまった、南北戦争以来ですけど、それがなぜ起こってしまったのかとか、その裏で行われていた数々の不正、その不正の裏側にどんな国が関わってて、アメリカとその他の国々、中国共産党 CCP とか、イタリアが絡んできたり、イランが絡んできたり、キューバが絡んできたり、そういった情報があると、あ、トランプさんがこういう動き方をしていることには何か意味がありそうだよねっていうことが見えてくるかもしれないし、でもそういう情報が何もない状態で表面的なことだけを見ていけば、それはトランプさんがダダをこねて不正だ不正だって騒いだ挙句、ちょっと結果が悪かったからへそを曲げて就任式もほっぽり出してフロリダに行っちゃったみたいな風に見えるかもしれない。そう思うことはできる、思うことはできるんだけど、考えるために必要なのはそういった情報だったりするんですよね。この思うことと考えることの違いは、この情報があるのかないのかっていうところにあるっていう風に考えてもらうと、これからの話がすごくねスムーズに繋がっていきます。でこのフレームパターンっていうのはちょっと説明が遅くなったんですけど、これは考え方のレパートリーだと思ってください。例えば今回のアメリカ大統領選挙の話を切り取ってみても、例えばそれが、まあ、現実としてあり得る話はこうだよねっていうのに加えて、今度は陰謀論とかっていう話が出てくるんですよ。ロスチャイルドとかロックフェラーとかっていう話が裏側にあって、そういった人たちの国際金融資本家たちの勢力争いが、実はその大統領選挙のバイデンさんのトランプさんにこういう代理戦争的にこうやられてたんだみたいな話もあったりするんで、要するに現実としてこういうことがあったよっていう話のレベルと、まあ陰謀論としてこういう人たちがね裏側で繋がってるよみたいな、でその結果まあローマ教皇が捕まったり、イタリア大統領が捕まったりみたいな、で他の国々の内閣とかが総辞職して新しい内閣に変わりますよみたいな、左派政権が崩れて今度はまた保守派に戻っていくみたいな、いろんな国で同時にこのタイミングで起こるの偶然ですかみたいな。でもそれをじゃあ陰謀論として見ることもできるし、現実的にただ単に偶然としてそういうことが起こってるだけだよねって見ることもできるし、とにかく考え方っていうのは一つじゃなくていろんなパターンがあるはずなんですよ。でその考え方のレパートリーのことをフレームパターンだと思ってくれたらいいです。でそうするとこの情報の多さそのものが実は解釈の幅につながっていきます。でこの解釈の幅の解釈って何かっていうと、これは物事の捉え方のことです。どういうふうに目の前の物事を捉えるか、物静かな人を見て物静かだなって思うか、寡黙だなって思うか、ネクラだなって思う
か、なんかその一つの事象を見てもその人が今まで培ってきた価値観によって違う結論が出てくると思うんですね。まあその結論というか直感的に感じられるその印象というものもその人が今まで持ってた価値観によって変わってくると思うんですね。なんかこう外で騒いでる子供たちを見てうるさいなと思う人もいれば、あ元気だなと思う人もいるわけじゃないですか。近くにいる親御さんは何も言わないのかなって、周りに対してうるさい声が迷惑になってると思って親御さんが注意してくれないかなとか、なんかその見方によって全然その同じ場面を見ても解釈の仕方が違ってくると思うんですけど、その解釈っていうものは物事の捉え方だと思ってください。でそうすると情報の多さはそのまま解釈の幅を広げてくれるし、解釈の幅が実はそのメンタルの強さに直結してくるんですよね。むしろイコール関係です。解釈の幅が広ければ広いほどメンタルは強いっていうことを言えます。これはなぜかっていうのをこれから少しずつお話ししていきます。例えばポジティブシンキングっていう話もありますよね。でこのポジティブシンキングのポジティブって何かって言ったら、まあもちろんこれは積極的とかいい方向のっていう話なんで、ポジティブシンキングっていうのは例えば一番わかりやすい例はもう毎回出てくるんですけど、これねそのコップの中に水が半分ぐらい入ってて、おこれ半分もあるじゃんって考えましょうって話なんですよ。ネガティブに考えがちな人っていうのは半分しかないよねって思うかもしれないけど、その半分しかないと思うよりも半分もあると思った方が次のね発想もまたポジティブなものが浮かんできますよね。だからポジティブシンキング大事なんですよみたいな、まあもちろんそれ今のはちょっと表面的な話にしか過ぎませんけども、こういったポジティブシンキングの話もつながってくると思われると思うんですよ。でもこれをメンタルとつなげて話してしまうと少しね話がややこしくなってしまうのは、これシンキングって何かっていうと thinking 要は think だから思考の話ですよね。でも思考っていうものをポジティブにしましょうっていうのは、これはそういう風にポジティブに考えるように意識しましょうって話なんですよ。これ思考の話と思いきやこれ意識の話なんですよね。でもこのそういった意識を保ちましょうっていう話がどういう話になってくるかというと、これ前回の2人の自分理論でお話しした内容なんですが、これ意識には2つあるんですよね。1つは外側にある表面的な意識、顕在意識と、私たちの内側にある本能的な部分、潜在意識、この2つがあると。でこの2つの力関係っていうのは確実にはるかに潜在意識の方が強いっていうのが前回の説明の中でさせてもらったと思います。でその時にこの潜在意識の方が強いんだけれど、ポジティブシンキングでポジティブに考えるように意識しましょうっていう、そのコントロールが効く方ってどっちかって言ったら顕在意識の方なんですよね。なので顕在意識だけをポジティブシンキングに向けたとしても、潜在意識がもし、いやコップに入った水を見て、いや半分しか入ってねえじゃんって思う価値観のまんま、頭で無理やり、いやでもこれの半分も入ってるということに注目しないといけないよねっていう瞬間的な情報処理があって、最終的にじゃあ無理やりそれを半分も入ってるよねって考えたところで意味はないんですよね。潜在意識が変わってないの でそうすると、じゃあ本当の意味でのポジティブシンキングを実現するためには潜在意識そのものをポジティブモードに切り替えないといけなくて、でこれはもちろんやる気のメカニズムの方でご覧いただくと分かる通り、潜在意識を間接的にアプローチして変えること自体はできるので、要するにポジティブモードに潜在意識を変えれば自然に顕在意識は引っ張られてポジティブシンキングが可能になっていくとは思うんですよ。思うんだけれど、これってメンタルの話じゃないんですよ。実はメンタルじゃなくてこれってマインドの話になってくるので、今回のメンタルをどう鍛えるか、メンタルとは何かって話の中にポジティブシンキングを入れようとするとちょっと話がややこしくなるというか、まあ混乱してしまうので、今回は考えない方がいいかなと思います。ちょっと皆さんの中でメンタルという話とポジティブシンキングの話が結構つながってきてしまっている人も多いかなと思ったので、まあ今回はちょっと切り分けて話した方がいいかなっていうことをご提案させていただきます。じゃあメンタルとマインドどう違うのかっていう話なんですけど、まあここの部分が例えばマインドが高くてメンタルが強いっていうエリアなんですが、こういったみたいに例えばマインドが高くてメンタルが強いっていう表現が可能だとすれば、もちろんマインドとメンタルが違うってことがわかるし、マインドってのは物の考え方、物の考え方の質のことを言うんですよね。なので例えば勉強してて成績とかが開示された時にちょっと思ったよりも成績が悪かったとしますよね。でも目標は変えたくないって思った時に、マインドが低い人ってのはその点数に振り回されちゃうんですよ。その成績に振り回されちゃって、その成績ベースで自分の目標を精査しちゃう。そうすると、あこんな成績じゃちょっと今の目標達成できないよねって思っちゃうんですよ。でもマインドが高い人はどう考えるかというと、出てきた結果が思ったよりも芳しくなかったとしても目標自体は変えたくないので、いやじゃあこれ今の時点でこの成績で残った時間であの目標に到達するにはどうしたらいいんだろう、何が今回悪かったんだろうって結構必死に考えるんですよ。でここにはもちろんメンタルの強さってのも関わってくるとは思うんですけど、マインドが高かったとしても何か目標を高いところに置いて、そこに常に邁進していけるだけのマインド、全てが目標の高さに見合ったものの見方ができる人ってのはマインドが高いって言うんですけど、だとしても例えばいやいやお前なんかそんなことできるわけねえだろって言われただけで深く傷ついちゃう人も中にはいる。だからマインドが高いということとメンタルが強いってことは全然話が違っていて、で両方ねマインドが高くてメンタルが強いっていう人がまあ最強なんだけれど、実際にはマインドは高いけれどもメンタルがちょっと弱い人ってのもいるので、ここはねちょっと別々に考えた方がいいかな。
このマインドが高くてメンタルが強いっていうのが、まあ、先ほど言ったようにマインドの高さとメンタルの強さっていうのはイコールじゃないよって話につながってくるので、まあ、ここをね、認識してもらって、でもしマインドの方がね気になる方っていうのはこの先でマインドの話だけをね別にしてお話ししたいと思いますので楽しみにしていただけたらと思います。で、例えばじゃあメンタルが強いっていうのはどういう風になるかっていうと、例えば動画の再生回数が少ないと、まあまさに今私がこういう風に YouTube を撮らせてもらってて、じゃあ実際に何時間もかけて何日もかけて、あ、これいい動画ができたなと思って上げたところで実際の再生回数が少なかったとしますよね。で、この時に豆腐メンタルの人ってどう考えるかっていうと、もうへこんだりとかイライラしたりするんですよ。これだけ時間かけてこれしか見てもらえないって言ったりとか、いや、なんでこんなに時間かけたのにこれこんな程度しかね見てもらえないんだろう、ムカつくなみたいな、そういう風に思っちゃうかもしれない。でも鋼メンタルの方は考える、もしくは改善を試みる方向に頭が働きます。要はそのなんでこんなに時間かけていいと思った動画が再生回数増えないんだろうって考えるんですね。で、なんでって考える、もっと再生回数が増えても良さそうなものなのになって考えるし、考える結果、例えばそもそも拡散されていないのか、例えばこれをお金をかけて広告として拡散させた方がもっといいのか、おすすめ動画とかね関連動画として紹介されてないのか、だからそういった場合は SEO 対策をせんといかんだろうし、タイトルの付け方とかサムネイルの作り込み方をちょっと変えないといけないのかもしれない。で、例えばそれで、まあ、収益にもし繋がっていないとすれば、じゃあその動画の作り込み方、例えば導入がよくないとか、長く見てもらえるだけの工夫が足りてないみたいな、で取り扱ってるネタ自体があまり興味を惹かれるものじゃないとか、そのいろんなその YouTube の再生回数を増やそうと思った時に考えられるものってあると思うんですけど、情報がそれだけないと考えることできませんよね。だから鋼メンタルの人っていうのは情報をそれなりに持ってるんで、感情に飲み込まれずに思考が働いてくれるんですよ。さっきみたいにその感情回路と思考回路っていう2つの回路があって、思考回路に電気が流れてる間は感情回路には電気が流れない。逆に言うと感情回路に電気が流れてしまうと思考回路の方に電気が流れにくくなるので、感情に飲まれれば飲まれるほど頭が働かないですね。そうすると豆腐メンタルの人は感情優位になっているので、感情回路の方に電気が流れてしまって頭が働かず、感情的な反応が出てきてしまってへこんだりイライラする。でも鋼メンタルの人っていうのはその思考回路の方に電気が流れやすくなっているので、要するに情報があって考えることが自然にできるような状態にあるので、そうすると考えたりとか、そのじゃあ再生回数を伸ばすためにはどうするかってことを改善を試みることもできると。だからここにポジティブシンキングって入ってこないんですよ。要するに再生回数がじゃあ100回でしたと、1週間経っても100回200回しかありませんってなった時に、いやもう100回も見てもらってるんだからと、200回も見てもらってるんだから、そのことをしっかり、ね、受け止めてもっとポジティブにいきましょうみたいな発想になるっていうことはまずないんですよね。ポジティブとかネガティブとかじゃなくて、再生回数伸ばしたいんだから考えて改善するしかないんですよ。だからここがメンタルを鍛えるってこととポジティブシンキングの話を分けて考えた方がいいってところのまあゆえんではあるんですけど、でそうするとまとめとしては、メンタルっていうのはまあそもそも解釈の幅のことを言ってますよっていうこと、でそしてメンタルを鍛えるということが強靭な精神を鍛えることではなくて、目の前の物事の何を気にして何を気にしないかっていうことを選択的に認識するスキルをつけていきましょう。もっと言うと、これを習慣化させましょうっていうのが要はメンタルに求められるものなんですよ。だからメンタルの強さというものは全てを跳ねのける強靭な精神ではないということと、まあそのメンタルっていうものが解釈の幅であるならば、 A という解釈、 B という解釈、 C という解釈とかいろんな解釈を自分の中に持っていさえすれば、目の前のその再生回数が増えませんっていう事象に関しても、その自分の動画が見られるほど価値がないのかもしれないみたいな考える癖がついてる人っていうのはその解釈でしかできないけど、あ、いや待て待てとね、見られないってことはそもそも知られていないのかもしれないとか、サムネイルが関連動画とかおすすめ動画で流れてきてるのにそこに興味を持ってもらえてないんだとしたら、ネタの選び方が悪いのかもしれないみたいな、その解釈の幅があればあるほど別の考え方ができるんですよね。で、別の考え方ができると、その考えることが癖になっちゃうので、要するに受け取った情報を一面的に捉えても意味がないってことが分かると、受け取った情報を自分で多面的に分析してみるっていう考え方が自然にできてしまうので、結局感情優位になれないんですよね、逆に言うと。だから最終的に自分がどれだけの情報、どんな質の情報を持ってるかによって、何を気にして何を気にしないかってことを、まあ、選択的に認識させちゃうんですけど、脳に。もっと言えば能動的に絡んでいこうとすれば、自分がどんなことを気にしたくないかなんですよ。今までこういうことを気にする自分の考え方を変えたいと思ったならば、そこを気にせずに済むようになるにはどうしたらいいかってことを考えて、それをベースにどういう情報を入れたらそうなるかなってことを考えて、メンタルを鍛えていけばいいというか、解釈の幅を広げていけばいいってことになります。まあ、ちょっとね、この今はメンタルとは何かって話をしてるんですけど、少しねメンタルの鍛え方まで話が突っ込んでしまっているので、これからこの次のテーマではメンタルの鍛え方っていうのを改めてね整理しながらお話ししていきたいと思います。
さあ、メンタルの鍛え方です。で、先ほどメンタルとは何かっていうところで解釈の幅だよって話をしたので、じゃあメンタルを鍛えるにはどうしたらいいかってことはなんとなくねお分かりいただけるかなと思うんですけど、これはメンタルを鍛えるとはそもそも解釈の幅を広げればいいよねってことになるのは予想がつくかなと思います。で、あとはこの解釈の幅をどう広げるかってところなんですけど、ここには先ほどお話ししたように絶対的に情報が必要です。情報がないとそもそも考えることができないので、何かを考えようと思った時にうまく頭が回らないなと思ったら、それは多分単純に知識が足りないとかフレームパターンが足りなくて、物の考え方の幅が少なすぎて考えられないっていう話になっていると思うので、私たちがメンタルをこれから鍛えようと思った時にはとにかく情報を頭に詰め込むことを考えてもらえたらなと思います。で、さっきのお話ししたように感情回路と思考回路の話があって、まあ、人間は感情の生き物なんで感情回路の方に開きやすさが寄ってるんですけど、特性としてね、これは人間としてです。皆さんが一人一人個人がどうこう、個人の価値観がどうこうではなくて、人間として生まれた以上、人間というものは進化の過程上感情回路の方に電気の流れやすさが偏ってるので、それを例えば生まれてから今までの間にいろんな情報をね、大脳神秘質、要は海馬くんに通して側頭葉に投げ込まれた情報が蓄積されて私たちの価値観に転化されていくんですけど、まあそういったものの結果が私たちの今の考え方の癖になってるんですよね。でもこれも生まれて今のあなたの状態まで生きてくる中で、例えば入ってくる情報っていくつか種類があるんですよ。で、大きく分けると自然に入ってくる情報と意図的に入れる情報と2つあるんですよね。だから自然に日常生活を送っていれば入ってくる情報って確実にあるわけですよ。まあ、例えば今の日本の制度でいけば学校教育っていうのは絶対にあるので、で、学校に行けばもちろんひらがな、数字とかアルファベットとか教えてもらえるから、そういった言語能力もつくし、もちろん英数国史も教えてもらえるからそれなりの最低限の知識がつくんでしょうけど、そういったものは、まあ、自然についてくるものじゃないですか。でも例えば本を買ってきて読むとか、自分で何か気になったことを調べて情報を収集するみたいな能動的な努力があると、そこにプラスアルファの情報が入ってくるっていう認識ですよね。なのでベースとなる自然に入ってくる情報に加えて、自分で意図的に新たな情報をどん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 追加して入れていくことができるかどうかってところで変わってきます。で、そうすると人間の進化の過程上、まあ一応感情優位にはなってるんですけど、自然に入ってくる情報だけだとどうしても感情の方がやっぱり優位は変わらないんですよ。問題はプラスアルファの情報を能動的な努力で仕入れるかどうか、ここでポイントが変わってきます。で、私たちは思考回路の方により電気が流れやすい習慣化を考えたいので、要するに自然に頭を使って考える自分になるためには、それだけ情報とか考え方のレパートリーを頭の中に作っておかないといけないんですね。で、この努力が実は練習っていう話になってきます。要はメンタルを鍛えるためにはどうしても練習が必要なんですよ。この話を聞いたからといってすぐにメンタルが強くなるわけじゃなくて、やっぱりそれは蓄積された情報によって実現するものなんで、それなりに考える練習が必要になってくるんですよ。でもちろん今までの自分の培ってきた、まあ今まで何年か生きてきた中で、感情回路と思考回路の電気の流れやすさのバランスってのはもちろんあるでしょうし、感情の反応パターンってのも決まってますよね。さっき言ったみたいに傷つきやすかったりとか怒りやすかったりとか、もっと言うと感情が逆にブレないとかね。で、例えば思考の方もそうですけども、思考パターンってのも決まってますよね。思考パターンでなんかこういう情報が入ってきたらこういう風に考えがち、悪い方に考えがち、楽観的に考えすぎがちとか、そういう考え方のパターンっていうのもやっぱりあると思うんですよ。なのでその癖になってる状況っていうのを一回棚下ろしして、それを見直した上で新しいものに変えていくっていう努力が結構ね必要になってくるんで、ここが大変かなと思うんですけど、でもそれがメンタルの鍛え方っていうところにつながっていきます。で、人はそもそも感情の生き物なんで感情的に反応しやすいっていうのは前提としてあるので、それは性格でも何でもないんです。これは人間として生まれた以上そういう機能は備わってると思ってください。これは不安というものが至るところで顔を出すのも人間の進化上の話であって、性格として心配性すぎるって話ではないっていうのと一緒で、要は人間として生まれたから持ってるものと、後天的に培ってきて結果的にできてしまったものと分けて考えないと私たちは結構混乱するかなと思うので、まずは人間として生まれた以上感情的に反応しやすいっていう前提を、まあ、把握していただきたいと。で、その上で自分に起きた反応を自覚して、で、意識的に思考回路を回すっていうことをこれからやっていかないといけないですね。で、これはさっき言った通り癖づいてる自分の反応自体をまずは認識して、あ、なんかまたこんな考え方しちゃったよとか、またこんな風に自分傷ついちゃってるって思った時には、それをちゃんと自覚した上で意識で最初はもう本当に意識的にやらないといけないのにめんどくさいんですけど、意識的に考えて答えを出すっていうことを練習しないといけないんです。これが練習っていうもので、要するにもう本当に今までの自分の反応パターンっていうのを一個一個塗り替えていくような作業ってイメージしてもらったらいいかなと思います。で、そうするとあとはね、情報量を増やすことは絶対に必要です。もう情報をどんどん増やさないといけなくて、さっき言った通り情報っていうのは知識とフレームパターン、これはもう簡単に分けたらって話なんで、まあいろんな情報の見方、分け方っていうのはあると思うんですけど、要するに単純な、まあ英数国史の知識もそうでしょうけども、考え方の種類
自体も考えないといけないし、例えばそれをどうやって増やすかっていうと、読書、まあ本を読んだりとか DVD 映画を見たりとか、まあ漫画も結構ねいいですよね。私は結構漫画で育った方なんで、それこそ今はワンピースですけど、まあ昔からジャンプは読んでるから、でもちろん姉がいるので、リボンとかね、まあリボンだったらあれかな、姫ちゃんのリボンとか赤ずきんちゃちゃとか、なんかおしゃべりな時間割とか、あの世代なんですよね。で、まあもちろんセーラームーンも見たし、お邪魔女ドレミとかそれ系も見たし、でもちろん男の子なんで戦隊ものとかね、仮面ライダーとかウルトラマンとか、そこから始まってジャンプの話だって、まあそれこそシティハンターもそうだし、まあシティハンターのパラレルワールドであるエンジェルハートも見てるし、スラムダンクとかルローニケンシンとか北斗の拳とかグラップラーバキとかね、なんかそのいろんな漫画もめちゃくちゃ読みまくってるんですよ。でもちろん漫画で学べることもたくさんあるし、映画も今現在進行形で見てるんですよね。まあほぼ毎日ですよね。お酒飲みながら何かしらの映画とか YouTube で見たりとか DVD 借りてきたものを見たりとかしてるんですけど、あとは読書です。読書は読書で最初結構実学的なものは多いんですけど、最近はちょっと小説もね、なんか読む機会が増えてきたので、まあそういった形で読書も増やしてるし、あとはもうリアルの対話です。もうこれはもうそういった映像情報とか文字情報だけじゃなくて、人と話をすることも絶対的に大事です。これはもう本を読むとかっていうよりも、リアルの対話っていうのは人間関係を構築するで絶対あるし、もちろん学校とか仕事に行けばお話することはあるとは思うんですけど、そういったその人間同士のなんかコミュニケーションは必ず絶対的に必要なものです。で、あとはそのことを通してですね、自分自身のことを掘り下げることが絶対的に必要になってきます。これカッコつけて言うと自己分析なんですけど、自分がどういうものの考え方をするのか、自分の価値観とはどういうものなのか、いろんな情報を入れていけば、これいいなって感じるものとか、これはちょっと勘弁みたいな、その自分の感情が特別に反応する箇所っていうのが出てくると思うんですね。で、そういった時には、例えば漫画にしてもパターンが偏るでしょうし、恋愛ものが好きなのか戦いものが好きなのか、ちょっと考えさせられる系が好きなのかとか、多分そういったところから自然に自分のパターンっていうのが見えてくると思うんですね。で、こういったところから自分がどういうものの考え方をする人なのか、どういったことにいい感情とか、なんかこうその刺激されるのかっていうのを、なんかいろんな情報と触れる中で認識していくっていうのがかなり重要になってきます。で、そもそもなんですけど、そのメンタルを鍛えたいと思った理由っていうのは、現実世界で自分を守るためですよね。例えば自分が今メンタルが弱くて、いろいろこう傷つきやすかったり、イライラしやすかったり、へこみやすかったりするから、もっと自分の精神を守るために強くなりたい、強くしたいって思ってらっしゃると思うんですよ。ただし、ここで気をつけないといけないのは、メンタルを鍛えるということと、性格とか人格を変えるっていう話とは全く別の話だよってところなんですよ。で、ここをちょっと踏まえていただきたいんですけど、例えば自分が周囲にどんな印象を与える人間かっていうのをある程度自覚しておく必要性ってのを絶対に意識しとかないといけない。で、これは先ほどお話ししたように、そのリアルな対話が必要だよっていうところと、自分自身のことを分析してくださいねって言ったところに繋がってくる話なんですけど、例えばどんな印象を与える人間か、で、このどんな印象かっていうのは、その自分のアクションに対して相手がどんなリアクションをするのかってところから学習していくことになるんですけど、日常生活でのコミュニケーションって結構キャッチボール的なところがあって、もちろん相手が先に行動してくるんで、それに対して自分が反応するってこともあると思うんですよ。だからこれでメンタルってことを測れるんですけど、でも逆に言うと、自分が何かをしたことによって相手が反応して、それが自分に戻ってきた時にそれをどう感じるかみたいなところで、また自分のメンタルって試されるわけですよね。これを全部相手発信で物事を考えすぎてしまうと、ちょっと考え方が偏ってしまって、要するにさっき言った通り、メンタルを鍛えるということと人格とか性格を変えることとは違うので、自分のアクションを変えないと相手のリアクションは変わらないよってことも絶対に忘れちゃいけないんですよ。相手のリアクションに対して自分がどう反応するかってことだけを考えてメンタルを鍛えようとしてしまうと、ずっとその相手のリアクション起点で物事を考えるから、相手に振り回されちゃいますよね。でも相手のリアクション自体を変えようと思った時には、自分のアクションを変えないといけないと。例えばもう簡単な話、例えばその自分の手のひらを強く握りしめて相手の方にさぶつければさ、それは相手を殴るっていう行為になるから、殴られた相手はなんか怒ったりびっくりしたりするわけですよね。でもその手のひらを開いてゆっくり相手に差し伸べれば、相手と握手をすることができるかもしれないし、まあちょっとこう傷ついてこう地べたに座り込んでる人に対して手を差し伸べることになるかもしれない。同じような行動なんですけど、手のひらを握りしめて相手を殴る行為と、手のひらを広げて相手にゆっくり差し伸べる行為とでは、相手のリアクションは確実に変わってきますよね。これと一緒ですよね。これはもうもちろん今は物理的な行動だけですけど、例えば言葉にしても、同じ情報を伝えるにしても、言い方ってのがあります。で、言い方ってものを変えるだけで全然印象変わってくるわけですよ。例えば自分が今結構トゲトゲしていて、じゃあそのトゲトゲしたことで伝達事項を伝えるだけでも、相手は嫌だと思ってしまうし、あなたと話したくないと思ってしまう。で、そういった経験をたくさんしていけば、あなたは相手から話したくない人と思われているので、相手のアクション自体はずっと
とあなたを警戒するようなアクションになってるはずです。で、そういった前提を崩さない限り、あなたはずっと相手のアクションに振り回されることになる。じゃあ自分のトゲトゲしてた物の言いを、例えば同じ情報伝達にしても言い方を変えて、よろしくね、お願いねって相手を気遣うような言い方に変えるだけで、あ、この人変わったなって思うし、あ、わかりましたって相手も分かってくれるかもしれない。だからその自分の発信の方法で相手の受信の仕方が変わって、相手の受信の形が変わるから相手から発信される返ってくる情報もまた変わるっていう、この循環なんですよね。アクションとリアクション、そしてそのリアクションを受けてまたアクションを考えて、そのアクションに対してリアクションが戻ってきて、そのリアクションをベースにまたアクションが変わってみたいな、この解釈と実践の循環っていうのが結構練習の前提にあったりします。で、このリアクションを得るにはアクションを起こすしかないっていうところが、さっきお話しした通り、相手のリアクションを待つのじゃなくて、こちらのアクションを起こすことも一緒に考えないといけなくて、で、こういったところは実はメンタルを鍛えるっていうこととちょっとずれるかもわからないけれど、自分の発信の仕方そのものを変えることも一緒に考えていかないと、メンタルっていうものだけを鍛えても一側面に過ぎませんよねって話を少しね、今回加えておくと分かりやすいかなと思います。で、これがちょっとね、この後レジリエンスの話にもつながってくるので少し加えてみました。そうするとまとめとしては、メンタルを鍛えるってどういうイメージかっていうと、こういった自転車に乗ってる人のイメージなんですけど、まあ思考を保ちながらですね、もうこれはもう考えることが前提になってくるので、思考を保ちながら片方では情報を更新し続けて、要は新しい情報をどんどん入れ続けて、もう片方ではその実践練習を繰り返すと、実践練習を繰り返す。でもこれを少しね、気を抜いてね、あーってなるとバランス崩して倒れちゃうんですけど、倒れるってことは感情的に反応するっていうことになっちゃいますよね。要するに考えることを止めて、情報更新もやめて、実践練習も怠るならば、それはもう自分はこう思うんだっていう主観的な反応しかできなくなっちゃうってことなので、メンタルを鍛えるためには、まあちょっと最初は本当にもう意識が必要なんですよ。でも自転車だってそうだけど、最初はどういう風に漕げばいいかとか、バランスをねどう保ったらいいかみたいな、いろいろ考えながら乗ると思うんですけど、これがだんだん自然乗れるようになるわけですよ。で、まあその人によってはその両手離して足だけで乗れる人もいるみたいですけど、まあそんな感じでもう当たり前のように乗れるようになる。ただそれまでにはある程度こけたり傷ついたりしながら練習が必要だってことを前提としてね、思い描いていただければ、そのちょっとすぐにね鍛えられるもんじゃないよっていうところも含めてね、ご理解いただけるかなと思います。最後にレジリエンスとメンタルの関係についてお話ししていきたいんですが、レジリエンスとはそもそも何かっていう話ですよね。で、このレジリエンスっていうのは、もともとは物理学用語で、弾力とか復元力とか回復力を意味する言葉でした。で、これが心理学用語に転用されていくわけですけども、実はその心理学用語に転用されるんですけど、使われる分野は本当に多岐にわたります。で、例えばこれは表面的に言えば、外部から力を受けて歪んでしまった時に、その歪みを修正して、その外部からの力を跳ね抜ける力だって言われているので、まあ、この外部からの力っていうのをストレスって言い方をするんです。レジリエンスっていうのは、そのストレスを受けた時にへこみとか歪みができるんですけど、それを元に戻そうとするものなんですよね。ってことは、これはストレスとレジリエンスっていうのは相対する言葉になってるっていう見方ができます。で、例えばレジリエンスは切り取り方でニュアンスが異なるよっていうのは、これ一例なんですけど、例えば変化にしっかり対応できるしなやかな心を持ったビジネスパーソンや組織の育成を目的に作られている研究所、レジリエ研究所っていうところがあるんですけど、ここでは例えば自分の軸、しなやかな思考、対応力、人とのつながり、セルフコントロール、ライフスタイルっていうものの6つの要素で支えられているものがレジリエンスって見方もするし、それをもっとメンタルケア的な精神的な部分からケアするレジリエントメディカルっていうところからすると、5つの要素からレジリエンスっていうのはできてて、それが自尊感情、自己効力感、感情コントロール、人間関係、楽観性っていう風になってくると。で、この2つの両方、まあ2つしか挙げてないんですけど、この2つに共通に含まれているものがいくつかあって、そのうちの1つがやっぱり人間関係なんですよね。人とのつながりで、ここはどうしても1人で生きてるわけじゃないし、たった1人で生きていくことなんてまず不可能なんで、絶対に他者とのつながり、他者とのコミュニケーションが必要になってくるんですけど、さっき言った通りアクションとリアクションって絶対にセットなんですよ。そうするとリアクションだけを受け取って自分のメンタルがどうこうっていうだけを考えておくと、ちょっとバランスが良くなくて、ちゃんと相手にどういうリアクションを取ってもらえるアクションができるかってところも一緒に考えないといけないってところが結構ね、レジリエンスにつながってくるところじゃあります。で、まとめとしては、そのレジリエンスっていうのは何かの負荷によって影響を受けても、それを跳ね抜けて立ち直ることじゃあるんですけど、そのベースには各個人のメンタルっていうのがありますと。例えばレジリエンスってその多岐にわたるよって言ってたのは、それこそその人間関係とかで言えばね、分かりやすいけども、例えば災害時とかサイバー攻撃を受けた、まあ、戦時下にあって、まあ、社会システムとかその情報システムとか、まあ、インフラがね立たれてしまった時に、それをどれだけ早く復興させられるか、復旧させられるかってところに、レジリエンス、要するにその立ち直りやすさっていうのも絡んでくるし、でこれが例えば自然界の話だってもそうですよね。荒れ果てた田畑とかがね、その自然というものが、まあ、森とかがさ、あの山火事とかで朽ちてしまった時に、それが元の状態に戻るにはどれぐらいの時間がかかるのかみたいな、それをどれぐらい人間の力によって早めることができるのかみたいな、だからそういったなんかいろんなところにあるんですよ。その仕事、そのもちろんビジネスパーソンにもそうだし、組織力もそうだし、
その社会がどん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 変わっていく中で、固定的な、ね、会社であればあるほど、どん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 その時代遅れになって競争から取り残されていくわけですけど、その変わり続けていく現状に対してキャッチアップできるだけのこう柔軟な、ね、仕組み作りができているかみたいなところもレジリエンスだし、それはでも組織にしても何か自然とか社会インフラとか情報システムにしても一番根底で支えているのってやっぱり人類っていうか、まあ人なんですよね。だからその人っていうのはもちろん個人個人の集合体に過ぎないので、問題はその目の前の事象でレジリエンスを考えた時にはどうしてもその根底には各個人のメンタルがあるわけですよ。であとはその個人のメンタルを最重要課題として見ていけば、私たち一人一人がそれをそのメンタルとかレジリエンスを考えるときに分かりやすいかな。レジリエンスっていうのはただの現象とか力として見てしまうと自分とちょっと関連性が見えにくいんですけど、それを根底で支えてるのが実は私たち一人一人なんだってことを思うと、私たち一人一人がメンタルをもっと強くしてね、メンタルの強さが最も重要な要素って一番最後に書かせてもらってますけど、メンタルが強くなればなるほどレジリエンスもその集合体で支えてるレジリエンス自体も絶対に強くなるし速くなるし、でそういったことでレジリエンスとメンタルというのはものすごくね、強固につながっていて、今回はそのメンタルの鍛え方っていうところにつなげて、レジリエンスとメンタルがどうつながってるかっていうところまで含めてお話ししてみました。で最終的にこのレジリエンスとメンタルの共通部分にあるのは何かというと、柔軟な強さなんですよね。その全てを跳ね抜けてしまう硬さじゃないんですよね。硬さじゃなくて柔軟なんですよ。変化していくものに対してちゃんと自分自身も変化させて順応していくような、もっと言うと自分自身がかえってその変化を引き起こしていく対象になるみたいな、まあリードする立場になるにしても、一番前に立つ人、一番最初最前線に立つ人なんで、どうしてもそのいろんな影響とか負荷を受けちゃうんですよね。でその時にどれだけ早く立ち直れるかっていうのが、やっぱりこう後ろからついてきてくれる人たちに対してはすごく重要で、それは自分個人だけじゃなくてね、いろんな人に対しても自分自身の立ち直りやすさっていうのは大きな影響力を持つものなので、このね硬さじゃなく柔軟な強さっていうものをレジリエンスとかでメンタルの共通なポイントであるとして覚えておいていただけるといいかなと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。メンタルというテーマはですね、やっぱりどうしても勉強、中高生に関して勉強というテーマにもね直結してくる話だし、これはもうその社会人の方にとってもメンタルがもっと強くあれば生産性も上げられるし、もっと豊かな人生につなげられるのにって思っている方にとっても少しはねお役に立てるかなと思ったのでお話ししてみました。何かの参考になれば幸いです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。こんにちは、アンディです。今回もご視聴ありがとうございます。このブレイクスアカデミーチャンネルは基本的には週3回以上目安に毎週配信させていただいてます。取り扱う内容はですね、生物学とか宇宙論とか都市伝説系とか、漫画アニメの考察だったり、国際情勢、日本史、世界史だったり、あとは勉強とか学びに関する話、そういったものまで含めて幅広く取り扱っていく予定ですので、そういった雑学系がお好きな方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではよろしく。